YouTube に、はい、私の本を、はい、紹介してくれて、そうなんです、ね、もう本当にあこんな風にやってくれてるんだ、先生ご覧いただきました。5つぐらいに分けて、そうですか、今日はこのページのみたいなね、そうですそうです、うん、私が、まあ、悪口を言わないとかね、まあ、本当素晴らしい5本で全部ご紹介したいんですけれども、うん、その中で特に私のその胸に刺さって皆さんにお伝えしたい、うん、内容のことを5つ選ばせていただいて、うん、そのことについて10分ぐらいずつですかね、うん、お話しさせていただいて、あれは本当に嬉しかった。それでね、はい、その本をなんと一人で110冊買ったのよ、はい、伊藤さんのあれはなんで110冊も買ったの？彫刻の同じメンバーに韓国の女性社長さんがいらっしゃるんですね。そうそうそう、すごい明るくて楽しい社長さんで、先生私ね本買うよって、100冊ちょうだいって言ったのよね。みんなに配るから100冊ちょうだいよっておっしゃって負けられないと思ったんですよ。その先生の思いが、いやこれは負けられないなと思って、私110冊っていうか、お父さんなんでそんなにいるのって、段ボールであの辺に捨てないでよそれでなんかこうやっぱり私もその先生の憧れというか、もう大好きで、もう目標にしてますので、その思いの丈はまあ負けられないと勝手になんか思って、負けられないって言ってね、いやだって張さんが100冊買ったんですものって言うから、だったら江戸さん101冊にしなさいって私言ったのよね。ね、はい、110冊買わなくても101冊で超えられるんだからって言ったの。でも110冊買ったのよね。そうでしたね。どうしたのあれ。いやそれで私はいろんな、例えばこう今日こういう方に会うとか、うん、今日こういうことをね、講演会とかしたら、ね、この方に読んでほしいっていう方にプレゼントしています。へー、それで、はい、その中の一人鶴太郎さん、片岡鶴太郎さんがね、はい、そうですそうです、うん、鶴太郎さんは、うん、ヨガをやられていらっしゃって、うん、でずっと私実は鶴太郎さん憧れていまして、でも全然その事務所も違いますし、うん、お会いする機会がずっとなかったんですけども、うん、たまたま2年ぐらい前ですかね、うん、番組で、うん、ご一緒でダウンタウンさんの番組で、ゲストに呼んでいただいた時に、今日ご一緒できるんだと思って、ヨガの先生をぜひご紹介していただきたいなと思っていたんです、うん、それで楽屋にご挨拶に行きました時に、ずうずうしく、先生ヨガの先生だと どなたの先生なんですかと、お教えしますよって言ってくださって、うん、そしたらそのヨガの先生がうちからめちゃくちゃ近かったんですよあ、お会いしたことあるわ私も。そうですか、うん、そうですよね。劇場に行ったらその先生がいらしてて、はい、鶴太郎さんとその立ち居振る舞いが一緒だったから、もうお顔がそっくり、目がもう一緒だから私、あもしかしたらそのヨガの先生ですかって言ったもん。すごいですね、うん、それほど鶴太郎さんだったです。はい、本当に私も原稿を開けて、あ鶴太郎さんの目と一緒だって思うぐらい本当、ね、お顔が本当ご一緒で、一緒、ね、で私もそこで習わさせていただきまして、で鶴太郎さんにもご呼んでいただいて、うん、お話とかさせていただくようになりました時に、うん、その時に先生のご本を、実はこういった美容研究家ですごい先生がいらっしゃってって、あそうですかっていうふうに呼んでくださって、うん、次にお会いした時に、林先生にぜひお会いしたいですっておっしゃられまして、それで、あじゃあご紹介させていただきます、で先生にご連絡、ね、何の本だったかな、本の取材でね、はい、私もちょうどそこに立ち会っていたんですけど、鶴太郎さんが、はい、もう江戸晴美さんにいただいた本を読んだらねって、もうこの人に会いたいって僕思ったんですよって言って、もう懇願してね会わせていただいたんですよっておっしゃったのよ、はい、うん、だからいやほんと鶴太郎さんにお会いして絵も教えていただいてね、はい、うん、で本当にね今も鶴太郎さんの舞台を見に行ったり、はい、いろんな交流をさせていただくのも、はい、ね、本を110冊買ってくれた中によかったですね、え、そういう方がいらしたっていうのが本当にね、はい、私もありがたいなと思って、本当にありがとう。私はね、ネガポジ
書店二学時反転学です反転学ね、あの本を10冊しか買わなくてごめんね先生宣伝してください。ぜひあの本はぜひお求めください。とても勉強になります。ありがとうございます。本当江戸さんのおかげで本がまたね媒介になって、私も鶴太郎さんのお家に呼ばれて、はいはい、で一緒にほら、はい、なんかこだわったお食事いただいたりね、はい、あの美意識の高さ、はい、ね、あれを学ばせていただいて本当にあのおかげさまです。もうこの間あの、うん、先生にインタビューさせていただいて、うん、もうすごく本当に素敵なお話学びもたくさんあって、あのあと夫ともしみじみしました、うん、本当にそうなの。いつアップされる？もうすぐね。もうすぐ、はい、あ楽しみ。あのね、江戸先生のなんだっけ江戸先生の YouTube 江戸先生の YouTube ぜひ登録してください。登録無料よね。無料です、もちろん無料無料、はい、登録って押せば登録って押してください、はい、もう楽しいから。この前 の、 あの1時間以上話したじゃない、はい、あれがなんか小分けされるの？2分割から3分割、3つぐらい。3分割ね、はい、楽しみだわ、はい、あの時もの、もう本当江戸さんが質問されるまんまにもう止めどなく話したけども、あの質問の仕方が誰よりも違うから、はい、本当ですか？誰よりも違うから。 どんな風に違いました？あのね、そういう質問ってされたことがない。あ、うん、例えば、はい、あのこんな風に困ってだからほら、あのなんて悩んでるとか困ってる人の味方よね。本当ですか？江戸さんって、うん、だからそういう人の気持ちになって、そんな気持ちの時にどう解決したらいいでしょうかっていう筋なのよ。一本筋が取ってるのはそれなのよ、うん、だからその例えば私は美容家だから美容のことを聞いたり、メイキャップアーティストだからメイキャップのことを相談受けたりっていうね、はい、だから美容的な生き方について相談受けたりっていうことがあるから、はい、それはまあなんか当たり前なのね、はい、ところがね、そういう切り口でね、でしかもあの悩んでる男の人とか、はい、自信を持てない女の人に対してとってもこう挑戦的になれない男の人の気持ちとかね、はい、そういうことにすごく配慮のある質問だから、あのこれはね、はい、私もとても勉強になった。そうですか、うん、嬉しい、ありがとうございます、ね、あの私がお仕事でこうインタビューされる立場の時に、うん、私やっぱり自分の言葉って責任があると思っているので、うん、助詞とか、うん、あと語尾とかちゃんと考えてその都度喋ってるんですよね、うん、でも鍵括弧の交互体でこう媒体で、うん、あの記事で見た時に、うん、全然このライターの方が変えて変えちゃうことって結構あるんですよ。あ、なるほどなるほど。そうすると私絶対こういう言葉遣いしてないとか、うん、こんなニュアンスで絶対言ってないっていうことが結構あったり、なるほど、あるいはインタビュー、あるいはインタビューされる時に、うんうん、もうなんか答え合わせを自分で下調べしてきて、うんうん、私には聞いてるんですけど、あ、はいはいはい、あ、はいはいはいっていう、うん、もうなんかそれ知ってる知ってるみたいな感じのインタビューの方もたまに行って、あ、そうじゃない聞き方は私はされたいなって思うことが何回かあったので、うんうん、私がもしお尋ねするときはなんかそういうふうに聞き、うん、お聞きしたいなって思ったんで、うん、なんかそれをちょっと頑張ってやってみたって感じ。なるほどね。やっぱりあのほら江戸さんは昔からまあ育ち方なのかわからないけども、本当言葉を大事にするね、そういうこうほらマナーの先生もやっていたじゃないね、え、はい、ねえ、だからそういうこう言葉遣いとか立ち振る舞いとか、ああいうことをとても丁寧に大事にする人です。そうなんですよ。例えばその、うん、目上でいらっしゃる小林先生に対して、例えば先生この間先生がおっしゃったって多分私絶対使うんですよ。でも記事になった時、先生がこの間言ったあの話って絶対私そんな言葉使わないんですよね。なるほどなるほど、そういうことね。そのライターの方はそういうふうに変えちゃったりされると、うんうん、読んでる方はそういうふうに喋ったって信じますよね、記事。なるほどなるほど、うん、なのでうわーそんなふうに違うのになっていうのがあって、だからお話しされたことはもうなるべくそのまま忠実にとか、なんかそういうふうにね、そういうこう配慮っていうのかな、人に配慮を自分からとってもこう丁寧にする人だから、あのその逆ね、人の配慮がないっていうふうなことに時々不満が出たりなんかするんだよね
そうですね、だからそこはなんかこう、なんでしょうね、うん、あの生き方を変えますね、そこを見逃さないでいると今もう大変だからもういっぱいいるから湧いてくるから、そうなんですね、そこはもう本当にもう、うん、昨日のこの間の先生じゃないですけども、うん、面白がるようにしないと、面白がる、楽しむ、はい、いいお話だからね、うん、85、私80代になると、うん、全然違うわよっていうふうにね、うん、普通の今までの年代と違うわよっていうふうによく言うのね、うん、でモテ期になるわよって、どの年代にもモテるわよみたいな感じで言うのね、うん、例えば男の人でも安心して近づいてくる、うん、ねだってほら不倫とかそういうの関係ない世代になっちゃってるから、いや分からないですよ、分からないけども、私の場合ね、私の場合も関係ない超越の世界に行っちゃってるから、みんなも安心して寄ってくる、いやいやいや、ね、まだまだ、だからあれモテるぞ私みたいな感じになって、いやモテてらっしゃると思います、うん、それはで、それがね、その年代のどの年代の人にも男性にもモテるんだけども、若い子にも、あ若い子は領域が分からない、超越の領域っていうのは自分の親の世代、はい、ね、はい、まあ例えば30代40代で祖母の世代、はい、60代ぐらい、はい、で曽祖母なんてあんまりいないじゃない、あそうです ね、はい、だから曽祖母っていうのがいるとしたらばこのぐらいだけども、それ身近にいないから、はい、だから超越の存在なのよ、はい、あんたどっから来たのみたいな感じ、だからこうてるこちゃんって言えちゃったりするんですね、てるこちゃん今日飴ちゃん持ってきたっていう世界になるわけそこまでいくと可愛いですけどね、もうね、はい、もう湧いてくる人たちみたいな感じのね、愛らしさ、異星人みたいな、異星人、はい、そう、あっちもそう思ってるしこっちもそう思ってるし、異星人同士が地球の上で遊んでるみたいなね、うん、若くてもしっかりしてる人もいますよね、たまにねすごい矢が飛んでる、ほんとたまになんだなって思いました。私前もう今ちょっともう離れてしまってやめてしまったんですけども、前に何代か前についてくれた現場の若い、うん、本当に二十歳ぐらいのマネージャーの女の子がいたんですけど、すごいしっかりしてて、今でも一緒にご飯食べに行ったりするんですけど、だから年じゃないんだなって思うこともありますね、なんかすごいよく分かる、どういう環境でどういう人に影響を受けたかっていうのがあるかもしれないわ ね、 そうですね、だから人って誰に出会ってどういうふうにこう影響を受けながら人生をね生きていくかっていうこととても大事だと思うわよね、うん、江戸さんはこれからの人生何をしたいですか、最後に聞きます。これからの人生、うん、あ私はですね、やりたい、はい、うん、私はこのろうそく立ってるもの、あそうです、うん、私、うん、やっぱりこうなんでしょうね、その、まあ、YouTube でもちょっとやってるんですけども、この自分が学んだことを楽しく、うんうんうん、次の世代の方や若い方、うん、あるいはそれをまだ知らない方にこうつないでいく、うん、伝えていくっていうことをしたいんですよね、それがまずこのさっきほど その学術的な、まあ、アカデミックな話でもあったりするんですけど、逆にその本から得た、まあ、知見とか、うんまあ、素敵な考え方っていうのを、うんまあ、伝えるにしてもその楽しく面白く、なんか映像なんだって笑いながら、うん、すごくいいことが残るみたいなで、なんかその頭の中だけで分かったじゃなくて、それを日常の中で体現できたり、なるほどなるほど、人間関係の中でそうしてみたりっていう、その知るを行動に結びつける、それを伝える、うん、つなぐ人に出たなりたいなと思ってます。なるほど、いいわね、はい、つなぐ、つなぐ人に、はい、ぜひそれをお願いします、はい、ありがとうございます。私江戸さんと話をしてて、いつもねご飯食べたりしながら話してて、はい、どう思いますこれってって言って怒ってることがあるじゃないだからほら私怒り芸やんなさいよって言ったことあるじゃない、はいはい、ね、はい、世の中のこの不公平な、どう思うとか、はい、ね、トイレに入ったらここですよドアがみたいな感じのいや、あれ、思いませんか皆さん、トイレのドア、だいたい設計してる人、男の人だと思うんですけど、女性、ここじゃないですから、こうしますか、ここ、ドアってね、いや、もうちょっと幅ないととかね、いや、おかしいでしょ、ここ、立っていくんですかみたいな、そんな結構あるん
ですけれども男の人が設計するからだと思うんですよね。そうかそうかそうか、女の人が荷物持ったりしながらぐるりとこう回るみたいなことって設計の中ないのか。そうなんですよ。あとなんかこうトイレにこうフックでねカバンを引っ掛けるのちょっとあるじゃないですか、ね、いやフックつけるっていうならちゃんと深めのフックじゃないとあのみんなちっちゃいあのバッグだけじゃなくて大きいバッグだけ引っ掛かっちゃうとか、なんかそういうね、いやなんでっていうことが結構あるんですよね。あるある。でそういうふうに今先生みたいにすごいこう共感してくださると、うん、これ合ってるんだって思うんですけど、これうちで夫に話すともうポカンとしてて、あなたなんかそれよくわかんないよって言われて却下されるんで、そうなの、あれみたいな。私はそれがもうゲラ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 笑っちゃうと、そんなにおかしいですかって言うじゃない。おかしいからそれを芸にしなさいよって。そうなんですよね。だからその理不尽、理不尽ってことでリーフ人っていうね、なんかネタを作って。そうなんですよ。でおかしいでしょこれっていっぱいやっていきたいんですけど、夫に言うと、うん、あなたやめた方がいいって、まずね私を潰しにかかってくるんですよ本当に。だから芸が潰れていくんですよいつも。リーフ人いいわね。そうなんですよ。こうね、そういう衣服を着て民族衣装着て、いい、ね、おかしいでしょって、私ここ服かけれないよ。いっぱいある。着替えそういうのももうバッグでいっぱいでかけれないでしょとかしたいんですけど。私ね、トイレでね、本当にこういうトイレに入ったことがあってね、はい、それはきっと広く見せようとしてそこが鏡になっていたのよ。はあ、ね、はあ、それもリーフ人でしょ。でその時に私ね、はい、ジャンプスーツっていうの着てたの、はい、あの時ニコルっていうブランドがあってね、松田光弘さんが作ってくれて、ボタンがいっぱいあって、はい、ジャンプスーツですよ、ね、ジャンプスーツ、ジャンプスーツ、はい、だからつなぎです、つなぎ、はいはいはい、で私がトイレに来たくてしょうがなくて入ったら、もうすごく狭くてお役こうやって座って、はい、あらダメだわこれ、こうやってと思ったら、こっから脱がなきゃいけないんだわと思って、こうやって脱いで、はい、でようやくこうやって脱いで、はい、はぁーって言ってしたら鏡なんですよ裸の女のお尻もうこれもね、もう目の前に鏡があって、私が裸になって、おかしいですよね。おかしいですよ、ね、ですよだからきっとほらこの狭いトイレだから少しでも広く見せようとするんだけど、そんな裸でねジャンプスーツ脱いだ女を見たくないですよね。なんかおかしいですよね。リーフ人ですよ本当に。リーフ人おかしいですよ。やってください。あとなんかマンションもすごい立派なチラシ入ってくるところあるじゃないですか。200平米とか何億するんだろうと思うんですけど、うん、今だけこんなでかくて他の2部屋こんなうなぎの寝床みたいな細いなんか寝室が2個ぐらいしかなくて、で収納を見たらこんな狭くて、あと今がこんなに狭くて、いやパーティー会場、いやどんだけ毎日人集めるなって、これ絶対男の人が設計してると思うんですよね。なるほど、分かってないんですよ男の人でも。ほら生活感覚がない人がね。そうなんですね。で私がそっちを見ながら、うん、いやこれ絶対バランスおかしいでしょって言ったら、いや金もお金持ってる人は余裕あるからいいんだよそれ何個も買うかって、また私は芸を潰してくるんですよ。潰されて潰されて潰されて苦労した挙句にバーッとこう雑草がねキュッと芽を出すような芸を、あーリーフですね、リーフ人で、いや私あのメイク考えておきますあのヘアスタイル考えておきます。考えてください、キャラクターをぜひよろしくお願いします。ではあのグーの次はリーフ人で、ね、リーフ人で、はい、頑張りたいと思います将来の夢よろしくお願いします